こんな声枯れるまで何の芸もないんですよ特に特に歌えるとか踊れるとか特にないないんですね。はい、ハーレーダビッドさん東久留米です。はい、どうも皆さんこんにちは、ハーレーダビッドさん東久留米伊藤誠です。どうも。ちょっと岩渕さん今日は、はい、岩渕です、よろしくお願いします。まあ、意外な組み合わせなんですけど今日はね、まあ、今渋谷に来てましてハーレーとはあんまり関係ないね今日はね、うん、あのアポロのアポロチャンネルのライブに来ました。もうちょっとすると二宮さんが来て、まあ、岩渕さん3人でライブね、ご招待もらったので行ってくるんですが、ちょっと楽しみなんですよね。応援しましょうね。うん、なのでちょっとね今日は盛り上がってやっていきたいと思いますけども、はい、地元だっていうね、あの二宮さんがねまだ来ないんだよねこれはねどれぐらいで来るんでしょうね。どれぐらいで来るのかね、もうこっちはね先ついちゃったからね、もうね、まあということでね、まあ、ハチ公前に今来てるんですが、まあ、ここからすぐ見て歩いてね5分ぐらいだっていうからね、ライブ会場がね、はい、まあ、ちょっと盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また配信します。チャンネル登録、いいねボタンよろしくね、よろしくね。ここね、ここ押してよ、ここ、どうも二宮さん、はい、こんにちは、こんにちは、はい、うん、あ、こんばんは、こんばんは、ね、はい、最近ね、よくね、あのこうやって遊んでるんですけど、そうですね、今日はね、まあ、はい、プライベートでプライベートで、うん、遊んできてますね、はい、うん、アポロチャンネルのライブでということなんですけど、はい、楽しみですね。そうですね、僕こういうライブとか、あの、うん、本当苦手っていうかなかなか来ないんで、はい、あのドキドキします、はい、あ、緊張します、まあ、ええ、はい、ね、まあ、楽しんで、はい、行きましょう、はい、了解です。かっこいいねこれもね、なんかね、そうですね、これこの間サーキット来てもらった時もなんかすげえバカ売れしてて、あ、そうなんだ、はい、やばかった。やっぱりじゃあオートバイ関係の方も結構ね今日は、うん、そう、もう二宮さんさっきからねその最前列の人がねもう多分 YouTube 見てる系の人で、僕のこともご存知で、でも今サングラスかけたでしょ、かけてそれでもやっぱ分かる、分かる、あの分かる人はヘルメットかぶってても分かりますね、うん、すごいですよね、まあ、まあ、二宮さんのねファンも今回は結構いらっしゃるということでかもしれない、まあ、うん、はい、まあ、楽しんでやっていきたいと思います。またねちょっと後ほどアポロさんともね、コラボしていろいろ話したいと思います、またねライブはい、の模様は取れないけどやっていこうと思います。そうですね。よろしくね。はい、わかりました。はい、行きます。あの、ね、孫さんのね、うん、オンステージもあると、曲歌うということで、俺の歌聞いた、まあ、動画は取れないんですけどね、あのどんな姿で歌ってたかとかはちょっと後で僕だからね、はい、モノマネしお願いします。お願いします。うちの奥さんにもちゃんと、ね、伝えておいてください。ああ、はい、あのちゃんと孫さん一緒に来てます、はい、あの、はい、行くって言ってキャバクラとか行ってないで大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、うん、まあ、一応プライベートだ、ね、プライベートでちゃんと、はい、来ます、はいはい、ありがとうございます。どうも、はい、あれライトついちゃった。あ、どうもこんにちは。あ、メイクしてますね。あ、どうも、どうも、失礼します。こんにちは。回しながら二宮さんも今日はどうぞご足労いただきます。はじめまして、どうも、佐々木と申します、はい、すみません、すみません、ま、先日はサーキットありがとうございました。あ、ご視聴ありがとうございましたすみません、今日は本当に遠いところまで、いやいやいや、もうね、楽しみにしちゃって、ね、よろしくお願いします、頑張ってます。これ、今私やってこない、ゆういちさんと、すみません、申し訳ないです。よろしくお願いします。いや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 、うちのドラムの加藤さんも、はい、あのバイク乗ってるんですよ。あ、素晴らしい、素晴らしいもっと見てください10年ぐらい前のやつから本当ですか。マジですか。じゃあ、一気にすごい、すごいすごい。じゃあチューとかします。いいですか。いいですか。後でそれはいいですか。わかりました。はい、男性にはいけるんですよ、こういうのは。女性にはちょっとその瞬間訴えられちゃうんで。あ、どうも、はい、あ、こんにちは、ゆうさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二宮さんは今日、あ、二宮さん今日おっ、あのウィキに書いてあった年齢は本当なんですか。いや、さすがに本当だってやばいっす今日二宮さん大好きなエド君も来るんで。あー、やった彼大好きからやった、はい、嬉しいな。いやいや、すいません、なんか本番前に。いや、全然ごめんなさいね。じゃあ、孫さん一杯やる？いや、一杯やろう、なんか飲もうお酒はダメなんでしたっけ。いや、飲めますけど、ね、あのほら、あんまり強くないよね。ああ、そういうことですね。あの二宮さんとはね、岩渕さん結構強いけど、はい、そうですね、うん、まあ、あ、どうぞ、いいですよ、僕たちは血液が酒っていう感じ、うん、そうそうそう、じゃあ、なんか飲もうかな、ちょっとね、うん、で、あとね、うん、そうか、孫さんも飲まない、そう、あんま飲まないし、あの、俺ね、ほら、あの
これメガネ外すじゃないですか、はい、もうほとんどね、何を書いてあるかわからないのよ。読んであげますよ、そしたら、うん、はい、これがハイネケン生ビール。あー、子供に言ってるよ、あ、じゃあ、はい、あ、ジムビール、カブトムシ、あ、カブトムシ、カブトムシ。はい、あ、じゃあそうですね、ハイネケンもらいますかね。すいません、いいですか、もらっちゃっても。はい、あ、瓶、瓶、うん、ね、今日はライブで、ライブで続々とね、こうお客さんが入ってきて、うん、だから、あの、うわーっと入ってくるの避けて、多分ちょっとずつ入れてるんでしょうね、これね、うん、整理券さっき配ってたから、うん、まだ開演まで30分なんですけど、結構ね、もうなんか熱が盛り上がってきてすごいですよね、井上さんね、これね。そうですね、うん、若干引いてますね。これアポロのポーズなんですよ。あ、これが、あ、そうそう、あ、これこれ、あの今のモザイクで、はい、これがね、これがね、はい、まあね、ちょっとだから結構この開演前でもみんななんか楽しんでるんだよ ね、だからそういう、そう、雰囲気がいいですね。お疲れです。お疲れ様でした。いやー、すごいわ。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。お声かけちゃった。ありがとうございます。マコさん、ありがとうございます。いやいや、もう。いや、もう、やらせてよかった。どうもありがとうございました。これもう、あの、また来たい。声めっちゃ枯れ出しちゃった。すごい枯れ出しちゃって。なんかね、もう、叫びすぎちゃって。声かけちゃった。写真撮りましょう、写真撮りますか、うん、僕のも持ってもらえないですか、はい、ダブル、もう回ってるんで、はい、真ん中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 いいよ、真ん中いいんですか。いやいやいや、すいませんね、ゆうさん、いつホワイトベース行きますよ。いつでもいいっすよ、僕は次バイク買って次バイク買って。これ、ホワイトベースのオリジナルですか、これ、うん、いや、しかも僕の私物ですから。名前ってなんすか。声枯れちゃった。いや、もうめっちゃ歌ってました ね、 もうこんな声枯れるまで、おいおい、はい、なんか大丈夫ですか。そう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 、なんかね、もうこうなんか酸欠で、はい、酸欠になっちゃって途中なんかこう落ちそうになっちゃって、はい、あ、まあちょっと熱気がね、やっぱすごかったなっていう。いや、もうね、想像以上でしたね、はい、すごいね、これ楽しかった、うん、人盛り上げるのがそう上手ですよね。そうですね、だからこういうのはね、ちょっと勉強になりますね、うんうん、盛り上げるというのは。僕と真子さんは、うん、あのバイク屋なんで、あの整備とかそっちやってた人間ってかやってる感じだから、うん、ちょっとオタクな方だよね。何の芸もないんですよ、特に、うん、特に歌えるとか踊れるとか特にないんですね、うん、あのガンダム好きなぐらいで、あ、そうそうのないから、からどちらかと見る方になっちゃうからね。そうですね、うん、無理して喋ってるだけで、ああいうちゃんとこうエンタメの人たち見ると、あの、あ、やっぱちゃんとしてる人は違う、プロは違うなって、ね、プロだね、やっぱりそう思いますよね、うん、はい、うん、そこは痛感しましたね。そう痛感しましたね、うん、なんか喋りでは勝てないなっていう感じです、ね、うん、そうそうそう、はい、まあということで今日はこれで終わりますけど、ね、はい、またねバイク乗りましょうか、ね、はい、うん、もうバイク乗りまたアポロさんも、ね、一緒にこう乗りたいね、うん、来てくれるっておっしゃってたんで、そうそうそう、はい、
またその時も一緒に、ね、ぜひぜひ誠、まあ、さんも来てください、うん、はい、パンアメリカに行きます、はい、よろしくお願いします、しますということで、はい、じゃあまたおやすみなさい、また毎週、はい、Thank you.